5分2ラウンドを行います。青コーナー191センチ、134キログラム、アレキサンダーカレー。ロシア国家の威信をかけてアレキサンダーカレリン。赤コーナー192センチ、117キログラム、リングスジャパン前田アキラ。これがラストコールです。格闘王前田アキラ。さあ引退試合ラストマッチです。第7試合は5分2ラウンド、前田アキラ対オリンピック3連覇人類最強の男アレキサンダーカレリンです。いや熊子さん、はい、震えますね。そうさ、いや本当にこの試合実現するんですね。果たしてカレリンリフトは爆発するんでしょうか。前田明はどんな試合を見せてくれるのか。いい体に確かになってますね。今日はですね、もう打撃とスピード、はい、これで勝負したいですね。さあ間もなくゴングだ。両者ががっちりと握手を交わしました。試合が始まりました。まず第一ラウンド、ローから行った、ローから行った。前田明もう一発いきます。ロー入りますねこれ。はい、胸いっぱいの思いを込めてハイキック。打撃の免疫はないでしょうアレキサンダーカレリン。しかしタックルには十分な免疫だ。おお、前田が振り回される。あれ、前田が振り回されます。なんというパワーだ。首を狙うなら危ないですよ。首根っこを抑え込まれ始めました。上に並べます。前田が振り回されてますよ。リフト、これリフト狙ってますね。カレリン、カレリンリフトではこの状態からでも投げ捨てることができます。シベリアの白熊アレキサンダーカレリン、130キロ級グレコローマンスタイルレスリング、この帝王であります。世界選手権8連覇オリンピック3連覇ソウル、バルセロナ、アトランタ、いずれも大会では旗手を務めました。その国の代表する選手であります。つまりロシア国家の威信アレキサンダーカレリン。嫌がってますね。投げ打った、いや滑った、捉えることができない。亀の状態です。打撃には明らかにそれを嫌う表情、ジェスチャーを見せますアレキサンダーカレリン。首を絞めていきましたね。首を絞めています。この状態前田コールだ、あやこの前田コールだ。カレリンは高く投げてからグラウンドで締めていきたいと言っています。格闘技の知識を広げ自分の経験にプラスしたい、あくまでも前向きなアレキサンダーカレリン。この試合の後目指すはシドニーオリンピック。もちろん国民が期待しているのは金メダル。このカレリンがですね、グラウンドになった場合どういう動きを見せるかというのはちょっと注目なんですけどね、今のところその首締めですから、ね、その首狙い技を見せませんね。あ、またスタンドの状態。前田としては徹底的にこの使える打撃を使っていきます。前田の左足には特別のニーブレス、テーピングはしていません。これが最後の試合。おっと、首をつかれた、フロントレッグロックだ。腰落とす前田、そして投げる投げる投げる、手を決めています。いやさあ膝を捉えた、バックを取った。これで決めることができるか。シングルのボストンクラブか。エスケープ、エスケープです、エスケープ、エスケープ。いや成瀬さんどうですか。いや前さんすごい落ち着いてていいですね。はい、カレリン逆に完成技は全くできないみたいですねこれ。なるほど、はい、その会話ではその3歩もできるんだという話もありました。しかしこの戦いでアピールできるほどの実力ではおそらくないでしょう。あくまでもやはりグレコローマン、このパワーナルさんすごいですね。はい、いや今前さんから逃げたんです今。なるほど、まあ今のは前田から、しかしその前田を思う自在に操ることができるというこのパワー。そうです、この抑え込みもすごいですね。パストランジ、パストランジ、糸井さん、この前田選手がこれほどコロコロと、まあ、自分からのも一部ありますけれども、はい、回る姿を見たことは珍しいですよね。うわーっと
珍しい、こんなのも珍しい。いや今ちょっと頭から落ちました、ね、頭から行きましたね、強烈、ああとちょっとうつらの目をしています。コントロールされているのは前田明、今の投げ技でかなりのダメージ。ああカレリリフトだ、行くぞー、カレリリフトだ、頭からいった、なんというパワー、なんというカレリリフト。いやークマクマさん、人類最強というのはうなずけます。そうです、グレコをやらしたら右に出るものは全くなし、お前たち攻めるしかないですね。もうさあ前田コールだ、ボディーボール、ボディーブロー、攻めましょう、膝だ、両膝を上げていきます。いや前田が操り人形のようです、思う時代に操られる。本当に簡単に投げていきますね。カレリンが言っています、決めるのは締め技か、あるいは関節技だと言っています。確かにそうなんでしょう、ここからどういう技を持っているのか。レスリングをやったら自分は1分も持たないだろうと前田明は言っています。あと10秒、あと10秒という声は第1ラウンド終了をつけています。締めてますね、締まっているか、あと前田きつい表情をしている。ゴング、第1ラウンド終了。いやー熊久保さん、はい、初めての光景、あ、あれのセコンドが結構立つからできるだけこう下げさせて日本側も。さあ今のはナウスさんが指示を出したものです、熊子さん、このカレリンリフト、はい、このカレリンリフトだけはですね絶対食わないと前田選手言ってたんですよね。でもグラウンドのポジションからやっぱり持っていけるんですね。持ってかれましたね、もう本当にこれこらえてんのを持ってってますからね、日本側どうしたか、いや写真あるいは映像では見たんですけれども、まさか前田選手が糸井さん投げられるとは思わなかったですね。いやもう全部のシーンが珍しいです。成瀬さん陣地を超えてますね、陣地を超えて、はい、まさにその通り、ぶつかる前田も初めて見てる場合です、僕ら前田明のこの驚愕の表情も見ないですよね、はい、リングスジャパンの面々が取り囲んでいます。さあ残り5分だ、どんな展開が待っているのか。アレクサンダー・カレリン、今日のウェイインでは134キロ、前田明117キロ、おそらく今可能な現在のベストの状態は前田明、アレクサンダー・カレリンは130キロ級4キロ重たい体を作っています。さあローから始まりました、これが泣いても笑っても最後の5分間、膝蹴り、膝蹴り、膝を持っていきました、はい、やーと投げられた、決めた、さあスイーパーだ、スイーパーだ、おー前に落としましたよ、ひどい、スリーパーが来ません、逆に前田がエスケープだ、首を決められている、今朝がためてギブアップもあり得ると言っていました前田、十分あり得ますね、今朝がためのギブアップも、押されっぱなしだ、押されっぱなしだ。さあ数々の思い出どころではありません、前田明この試合に1位先進、彼に余裕ですね、おっと潰していきます、余裕見せてますよ、このコントロールできることにおいて自信を持ったんでしょうね、おそらくね、はい、途中ね、これで決めようとしています、これで決めてしまうのか、カレリン、カレリン、なんというパワーだ、オリンピック3連覇のこれは力だ、12年間無敗というのがうなずけます、身をもってこの満場のお客様にそれを証明してみて、見ています。なんとか関節で取れないのか、もう肘を、肘を力技ですね、肘をこう逆方向にグッと押さえています、ギブアップを要求しています、これ逃げられないですね、あの前さん関節柔らかいんで、はいはい、このぐらいじゃ決まんないと思います、カレリンの左足取れますね、チャンスだったんですけどね、前田が首をもてあまそばれています、手首を掴まれた、手首はどうなんだ、前田はエスケープをしたくない、もう本当に簡単に操るようにもう前田選手の体を使いますね、和田レフリーがブレイクを要求しました、人類にこんな男がいたのか、ロックックもう一発、いやいやいや押していく押していく、ハイキック入ると思うんですけど、はいはい、入れたいね、はい、はい、入れたいな、ちょっと前田もちょっとペースダウン、おーっと首投げだ、いわゆるヘッドロックスロー、
ここから攻めてきますよ。強引に持っていきました。先ほどのね、今朝方で決めたように首一つだけでギブアップを奪う力を持っています。この腕を伸ばしながらの首、まだ今朝方ね、いきます、一緒ですね。あ、これだ、危ない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 、足を伸ばして前だ。強い。観客がもうどよめいています。前田明2つ目のロストポイント。彼にも疲れてますね。あと半分、あと半分、ハイキック、はい、足を踏み鳴らし、フェイント、脅しをかけられなの、距離を詰めていきます。ボディブロー、あーと、スープレックス、スープレックス。かつての有志の、そのかつての前田を思い起こさせるようなスープレックス。しかしカレリンのは力増せ。前田が全く、ま、持ち上げようとしてるじゃないですか、これまたですか。あ、返しますね、これ起こされます。コントロールされている前田明。前田をかつてここまでコントロールした人間がいたのか。このある人が言っています、カレリンに勝つには。あーたたたた、どうから回されてタップするんだ前田明。ラストのタップか、エスケープは上がります。ブレーク狙いだ。もう一回いく、もう一回いく、投げ打つのか。マジで体勢低くしての足を取りに行くといいと思うんですよね。取ることができません。時間がなくなってきています。前田明は潰れた。体勢良くないですね。時間がない、残り1分を切ります。さあ前田とリフトきますね。またカレリンか、カレリンリフトだ。前田のスタミナの消耗は激しい。このまま抑えかねて、さあカレリンが決めに来たぞ。ネルソン入ってますね、フルネルソン、フルネルソン。そして足を絡まれています。時間がない。ロストポイントでは前田が2つ、カレリン1つ、ね、さあこれがおそらく最後でしょう。朝廷だ、膝蹴り。カレリンは上を見上げたぞ。膝十字。さあこれで潰す。やはりうまい、うまいですね。バットを取るのがもう本職ですからね。もう時間がありません、前田明格闘ロードフィナーレです。試合終了です。ポイントで前田明ラストマッチ敗れました。これをもって時間切れ、ポイント判定によりアレキサンダー・カレリン選手の勝ちでございます。場内に勝敗がコールされました。選ばれし者がこれをもってリングを去ります。